久保さん、今回悪にしましょうか、悪。うーん。まあさ、あのさっきね、あの質問があって、なんかその、なんかあの、コンサル受けてる人なんですけど、なんかその、YouTube にコメントがあったみたいで、なんかコメントがまだ20万しか稼げてないんですかみたいな。みたいなね。で、それに対してどういう対応したらいいですかみたいな、あの、ご相談がありまして。 で、まあ、それは、なんだろうな。結局、まあ、どこのポジショニングなのかっていう話ですよね。まあ、その人が、ね、あの、毎月100万とか1000万稼いでたら、まだ20万しか稼いでないのみたいな。堀江さんの立場から見たら、ねみんな悩み好きですねみたいなね。<laughs> なんかあの、質問コーナーなのに、みんな悩み好きだねみたいなね。いや、質問コーナーやみたいな。<laughs> それ聞いて意味あるのみたいなね。 堀江さんのポジショニングから見ると、その悩みはね、もう悩みじゃないみたいな。でも、この、堀江さんの公演に来てる人にとっては悩みで、堀江さんから見るとた、壇上からこのね、あれは悩みじゃないというところで、だから、どこを見るか、どこのポジショニングから見るかによって、悪なのか、善なのかっていうのも変わってきたりするんじゃないかなと思いますね。うん。だから、それが正しいのか、正しくないのかと。 例えば、今、日本は戦争してないと。で、戦争していないというポジショニングから戦争している国を見ると、戦争は悪だって思うかもしれないけれども、じゃあ、今、戦争をしていて、ロシアからガンガンミサイルが撃たれていて、ロシアに、えー、なんだろうな、あの、ミサイル撃ったら、それはロシアの人を殺すことだ、悪いことだっ、つって撃たれまくって、日本が崩壊する。それでも崩壊するっていうことを目の当たりにしてても、いや、ロシアは悪くないと。戦争は良くない。だから、 こっっちは絶対ミサイルを撃たななないでもなくなってしまうどうしますっていうまあ確かにそれを守るのはきれいかもしれないけど日本なくなるよみたいな <laughs> 日本反撃何もしなくてあの撃たれっぱなしだったら死ぬよとどうするみたいなってなってくると多分また考え方がねその日本は憲法でなんかでも憲法もちょっと変わったんですかね まあなんかあるじゃないですか、戦争はしないみたいな。うん、ただまあ、どこで見るかによってね、善悪は変わってしまうっていうね、これは面白いことなんですよね、うん。だから僕がまあ一つ思うのは、あの、まあいろんな角度でね、あの、物事を見て、で、考えて行動ができるようになると、まあ、臨機応変に対応ができるってことですね。こうじゃないといけないと。 こうじゃないといけないっていう考え方しかなかったら、時代も変わってるしあの、それについていけないと。だから昔、その、ガラケー、なんかその、健康ランドでね、その、スマホをいじってた、なんか中年の50、60歳ぐらいの集まりで、健康ランドでタバコ吸ってた、タバコ喫煙所があってね、で、50、60の人が4人ぐらいで、その、健康ランドに来ててタバコ吸ってたんですよね。で、みんながスマホのゲームしてたんですよね。で、一人がね、なんだそれ その3人はね「おいおめっちゃ面白いよ」みたいな「俺はガラケーでいいよ」みたいな、ね「<laughs> いやガラケーでいいんだよ」みたいなねでそのお,おじさんは多分一生そのスマホのゲームの楽しみを味わうことなく死んでいくんでしょうねでもそれはそれでまあおじさんおじさんでいいそのおじさんおじさんでいいと思うんですけどただいろいろ変わってるんでまあなんか一つの概念にあの執着するっていうのはまああまり良くないのかなと思いますね うん、まあ執着していいものが一つあるとするならば、自分はこう生きたいっていうのは、まあその人それぞれの答えがあるので、自分はこうして生きたい。まあそれで幸せであるんだったらそれはそれでいいと思うし。うん、ただね、まあ僕はまあ変えていった方がいいと思いますね、そこは。うん、執着、執着ね。まあ執着、まあ、で、うん、すかね。 負け,てたる負けてたるものかという執着は僕はいいと思いますけどね <laughs> この億万長者合宿のリレーを負けず嫌いでやってるところもありますんで、まあ、執着ですよね絶対負けてた,たるものかみたいなね執着,執着ってどういう意味なんだ執着ちょっと調べていいですか執着執着執着あるものに強く惹かれ深く思い入れるって忘れないこと忘れないことね忘れないですね 吉根さん帰れないから、あの、僕たち帰れないんですよっていう執着してますね。<laughs> 一生忘れないですね。君、これでよく就職活動してるんだよ。バイトでも、アルバイトでも君採用うち難しいよと。みたいなね。あの、あの顔でね。まあ、堀江さんみたいな顔でしたね。よくこれで就職活動してるね、みたいな。もう執着してますね。忘れないですね。うん、だけど、うーん、だからこそ僕は頑張れるし。 あれを忘れないからこそ、い未だになんか頑張れるし、発信もできますよね。な,なんで、そういう忘れないから発信できるのかっていうと、いや、そんなに言われた人間が今、こういうね、人生を送れてるんだから、僕はみんなできると思うんですよ。僕はね。あなたがどう思うかわからないけども、僕は言われた人間だし、そこに執着してるし、だからこそ伝えたいですよね。そ,そんな底辺な僕だったとしても、あの今、こういう自己実現して、まあ あのまあ僕も昔憧れてましたけどパソコン次第でね自由な生活みたいな憧れてましたけど、まあ、それが本当に実際実現になったじ自分が描いてた生活が今実現できているっていうね思考は実現化するというか実現してるのであ本当にできるんだなっていう,うんだからまあそ,そこに執着してるからこそいろいろ発信できるところもありますねうーんそう だけど、なんだろうな、執着してるところもあれば、臨機応変にするところもあるし、まあ難しいっすね。うん。まあとりあえず話を戻すと、まあ、どこのポジショニングかによって善悪は変わってしまうっていうことです。一瞬で。一瞬でですね。いってらっしゃい。